今日は3月の22日、春の日差しがようやく強まってきた感じの小さな自然定例活動日です。今日は上の溝をクリーンアップをしてます。池の周辺の水がまだカラカラ残してますね。私も見て、クリーンアップしたおかげで、2週間前のクリーンアップのおかげで非常に行き先まで、きれいに透けて見えます。まだまだ桜はつぼみ形ですが、もう一月少しで花を咲かせてくれ、この日はまだ雲木が紙が残してますね。さあ、ブナがどうなってでしょう。ブナも少しずつ新芽が膨らんできてますよ。これが今日3月の22日、小さな自然の自然活動の様子です。